自分の思ってた現場レベルと現場で求められるレベルって全然違うなっていう。動画編集者に発注する人で動画編集者足りてるっていう人は一人も見たことないんですよ。コンサルかって言われたことを脳死でやってます。それが一番いいと思いますよ。最初の方はね、主派理なんで脳死は良くないよ。良くないけど、まずは守る。そっから破って離れていく。これが一番大事。営業先はディレクターと主管権だったら主管権の方がいいです。だからさ、どっちも行けよ。なんで営業先絞んだよ、雑魚のくせによ。厳しいこと言ってるんだけど、これ大事なの本当に。なんで営業先減らすんだよ。全部仕事取るよ。俺単価1000円の仕事も未だに取りますよ。自分の実力に収束していくから。全部やってた。選ぶなって。動画試験簿岡山校は多分9月かな、9月頃、高校3年生のもので動画試験簿を受講したポートフォリオはどう作れば案件がいっぱい受けれますか。動画試験簿で教えた通り作ってください。アフタースポットラインにたくさん質問して、たくさんアウトプットしてください。こうした方がいい、ああした方がいいってたくさん来ると思います。それを全部忠実に言われた通りやってください。動画編集の次に簡単な方は SNS 運用ですか。 SNS 運用とか超むずいよ、言っとくけど。数値担保するってめちゃくちゃ大変ですからね。昨日動画編集新宿校で受講しました。ありがとう。アフタースポット入ったのでポートフォリオ作成中です。素晴らしい。早くやってね、早く。動画編集を始めてすぐパンクしたとおっしゃってましたが、その量の案件はどのように取ってたんですか。1日300件営業してました。 1.5 万で利用可能はすごく嬉しいです。ありがとう。皆さんお待ちしてます。実力層でディレクターにめちゃくちゃ詰められてピンチです。これから挽回することはできますか。全部スクレスして、すいません、すいません、すいませんっつって、どうにか帳尻合わせて納品してください。マジで謝って、もう一回チャンスくださいって頭下げてください。それしかないです。優秀なディレクターの下についたことのある動画編集者だったら分かると思うんですよ。自分の思ってた現場レベルと現場で求められるレベルって全然違うなっていう。本当に修正たくさん飛んでくるし、そりゃ、俺は直案件受け入れねえわとか、俺は単価低いわって気づくと思います。頑張って実力上げるしかないんですよ。クライアントに満足される仕事ができるようになるしかないんですよ。青さんのマインドで、日々動画編集に取り組んだ結果、クライアントからお褒めいただいて、継続して仕事をいただきます。青さんありがとうございます。嬉しい。案件学校さんに値上げってありますか。検討はしてます。青パスタの YouTube 運用講座は神です。みんな買いましょう。僕の講座神です。あれ桑田さん、アカンセパ大好き。キャバクラにハマる後輩がキャバ嬢に裏切られたって言ってて、裏切ったのはキャバ嬢じゃない、お前の魅力だって言い切れなくて悩んでます。解決方法教えてください。いやー、僕の考えで言うと魅力じゃないんですよね。裏切るやつが悪いから。普通裏切るやつが悪くない？裏切るやつが悪いんですよ。その後輩は、キャバ嬢に裏切られたんじゃなくて、歌舞伎町に裏切られたんだと思います。まず歌舞伎町クソ。ガチガチ童貞すぎて飲みに誘えない。飲み誘えよ、それは。アオさんの案件獲得コンサルのおかげで、現在ディレクターさん6人から仕事をもらって、リソースがパンク仕掛けていて、チームで対応していきたいんですが、3委託負荷ばっかりなのでどう動くのが一番いいんでしょうか？単価を上げるか、3委託を OK してくれるか、どっちかにしてくれないと無理ですって言ってください。そう交渉してください。最近映像界隈と動画編集界隈が頻繁にバトってて怖すぎる。映像界隈 100% 間違ってるからね。ライブ配信することで一応悪がずみでいいことありますか？わかんない。最近の面白いキャバクラ話聞きたいです。語ったらライブ終わっちゃうんで、コメント欄が終わったら言います。動画編集とディレクターでしばらく生計立つより、今もしばらくそちらで生活するつもりです。マーケティングの知識、コピーの知識、SEO の知識とか多方面の知識も入れた方がいいですかね。余裕があれば。知識は多い方がいいですよ。アオさんが編集者としてバリバリの時期に一番辛かったエピソードは何ですか。仕事くれたってことは僕に期待してくれてるってことなんで、その期待を裏切らないようにめちゃくちゃ頑張ってるのが大変でした。まだまだ人手不足ですか。動画編集がレッドオーシャンって言ってる人多いけど、その人が無能すぎて無能です。実際発注者はほぼ全員動画編集者足りないっていうし、ディレクターもみんな動画編集者足んないって言ってて、動画編集者に発注する人で動画編集者足りてるっていう人は一人も見たことないんですよ。動画編集者側です、レッドオーシャンって言ってんの。それは自分が雑魚で案件が取れないからです。やっぱ時間の無駄なんでやめましょう。無駄って人生じゃん。裏切られる程度の太客だったんですね。やめろよそういうの。質より量って本当ですか。質も量もです。でも量が先です。量やってると質が上がってきます。この前ツイッターで募集したスタッフ募集はもう締め切りましたか。一応応募集してください。青さん動画ごとに顔違う。酒でむくみやすいんで、どんだけ酒飲んでたかっていうのによりますね。横浜港を作る予定ありますか。やります、あります、作ります。エレステップ公式の仕事は今後いつまで稼げると見込んでますか。ずっと稼げると思います。青さんは才能で乗り詰めた印象ですが、努力さく積み上げてきただけなんですね。そうですよ。動画編集キャンプ山口校できたら講師あります。ありがたい。動画編集キャンプとエレステップ公式キャンプを受講して学生ながらバイト辞めて生活できるようになりました。ありがたい、すげえ。山川くん素晴らしいです。ぜひ対談動画撮りましょう。今何系の動画一番重要ありますか。ビジネス系じゃないですか。青さんもフランチャイズさんに加盟金 50% ロイヤリティ 50% 払ってるんですか。いや払ってないですよ。林さんがどんだけサポートが必要なのかによるんですよ。ビジネスあんま経験ないよとか、今まで何も成功してないよって人は 50% もらえないと林さんもね、アドバイスするの疲れるじゃないですか。僕は最初 10% でいいって言われたんですけど、可愛がってほしいから P%P%にしてくださいって言ってます。僕はフランチャイズチャンネルにお金払っててよかったなってすごい思ってます。最近の AI の動画編集って思いますか。今から始めて AI に仕事を取られると思うと不安です。 AI には全く取って代わられないと思うし、動画編集が取って代わられる頃には今の仕事ってほとんどなくなってるんで、今稼げるところに乗っかり続けるのが一番大事だと思いますよ。その瞬間その瞬間で稼げるものって変わるんですよ。今稼げるところに張っていくってのが一番重要です。1日300件営業したら無料制作のお願いが詰まって稼げない期間伸びませんか。無料制作のお願いなんかしないですよ。単価100円とかもありましたよ。全部やりました。全部最高の仕事をして、次仕事僕頼みたいんだったら単価1万円もらわないとやりませんっていう風に言いました。それで初月からたくさん稼ぎました。勉強時間を確保しつつ動画編集頑張っていきたいです。時間の使い方や期間の使い方で工夫するなどアドバイスがあればお願いします。ムービーアクス案件確保する時間をします。時間に関しては起きてる時間全部計測してください。仮にね6時間睡眠だったら18時間あるわけじゃないですか。ご飯に2分10秒、トイレに何分何秒とか全部計測してください。そしたら計測できた時間って起きてる18時間のうち9時間ぐらいだと思います。ってことは把握できてない時間が半分ぐらいあるんですよ。そこを埋めてください。自分の生活を全てストップウォッチで測ってみてください。そしたら自分がいかに時間無駄にしてるか分かると思います。札幌在住でクライアントさんが
東京の場合でもオフラインでクライアントワークするべきでしょうか。そうです、僕は島根に住んでる医学部生の頃から東京来てました。朝お疲れ様、有池さん先日はありがとうございます。キャンプのおかげで今日も納品できてます。ありがとうございます。案件獲得コンサルでディレクターしてもらって人生変わりました。よかった、嬉しい。いい属人の YouTube チャンネルのディレクターしてます。ネタ出しやライバルの分析などが必要ですが、青さんの YouTube マーケットもピシャですか。ピシャと思います。対談取らせてください。 Twitter に DM くれたら嬉しいです。動画編集者として月5万の段階でディレクターになりますか。なれます。動画編集アンチ論破する動画お願いします。なんかな、動画にとかほっといても間違ってるからな。間違ってない、間違いすぎててあれになびく人嫌だなって思っちゃいますけど、ね、あ、岩井さんありがとうございます。あ、ちょお疲れ様です。パチャの言い方わからないで今後レートララウンジでおじさん入れます。嬉しい、ありがとうございます。この間講師募集してた動画編集キャンプ広島校は講師は募集してなかったんですが、広島校講師が足りてる状態ですか。あ、講師したかったらぜひ応募してください。講師募集のフォームがその動画にあると思うので、動画編集とエレステップ構築で副業から独立目指して頑張ります。ありがとう、素晴らしい、頑張っていきましょう。青さんのマインドを聞いていて自分の甘さを痛感したので、努力したいことも徹底して頑張っていきます。頑張りましょう。頑張んなきゃいけないんですよ。よくある自分らしく暮らす、そういうのはいいかもしれないけど無理だから頑張んないと。3月にエレステップ構築キャンプを受講して、青さんから9代に住んで動画編集でエレステップ極めようと言われた言葉で頑張れています。ありがとうございます。嬉しい。青さん AG 治療してますか。してない。おでこ広いんだよね、やばくない。保険の仕事も1万円のクオリティで作成すると1個あたり何時間ぐらい生活かかりましたか。10時間ぐらいじゃないかな。何度も言ってるけど、稼ぐのは信頼だから。最初に稼ぐべきものお金じゃないから。本来 2B で商談しようと思ったら1アポ5万円払わなきゃいけない。5万円払って初めて商談ができるんです。商談も成約率が 10% としたら50万円払ってやっと1案件取れるのね。これが普通の世界観なんです。なんだけれども、動画編集で100円だろうが1000円だろうがお金をもらえて自分の仕事ぶりを見せつけた上で商談が開始できるんで、そんな素晴らしいことはないんです。アーさんがディレクター時代は編集者の修正指示は適した質問をして動画を撮るなど編集者のビリによって付け分けてました。1000円の発案件獲得が継続のお話が来ており、日曜面談です。発案件だったのでズーム面談の単価の上げなど営業の仕方がありません。ご教授いただけると嬉しいです。相手が自分の仕事ぶりをいくらだと評価してるかによるんじゃないですかね。5000円分の仕事ができてて5000円くださいって言ったらクライアント5000円払ってくれると思うし、欲しい額言ってください。それでダメって言われたらその程度なんですよ、実力が。それを何度も何度も繰り返して自分の市場評価額を把握してください。動画編集キャンプはど素人でも大丈夫ですか。もちろん大丈夫です。パソコンは触れるぐらいじゃないと。パソコンの電源入れられるとか、動画中打てるとか、それは大事。テスト制作で3分の動画を無料制作4件頼まれても最高クオリティ目指して頑張らないとですね。もちろんですよ、それは当たり前じゃないですか。クライアントの靴舐める精神でやったらディレクターになれたし、テレビ業界の人とも仕事取れるようになりました。青さんのテレビ案件確保できてよかった。そう、マインドは大丈夫です。ツイッター永久凍結された場合に対処法を教えてください。いい申し立てを死ぬほど送ってください。動画編集キャンプから1ヶ月経過し、ありがたいことに複数案件書いてるんだ。ディレクターの方も視野に入れた方がいいでしょうか。視野に入れた方がいいと思います。初めまして、脱サラして全職のお客さんから案件いただきました。素晴らしい、まさに信用時代だと思いました。信用なんです。ちゃんとお尻を叩いてくれますか。叩きます。青笹の熱意あるライブ見てムービーアクセス開始したと思いました。また15分でいいのやってほしいです。ありがとうございます。いい仕事ぶりはどこで身につきましたか。才能ですか。失敗を重ねてもうたくさん仕事しました。1ヶ月に18クライアントを抱えてましたからね。他の人が3ヶ月で4クライアントですとか言ってる中で、僕は1ヶ月で18クライアントやってるんで、他の人が1年間で学ぶ量、1年間で進むものを僕は1ヶ月で進んでるってだけです。仙台で動画試験を受けた。ありがとうございます。嬉しい。案件獲得コンサルは購入後にいろいろあって月が経ってしまいました。落ち着いたら今から頑張りたいんですけど、自己紹介動画の点数化など対応をまだしていただけますか。いつまででも大丈夫です。動画編集チャンネル攻略します。 2C 向けと発信するかどうかはどうやって判断すればいいですか。 2B 向けと 2C 向けのチャンネルを分けるのはやはり良くないですか。分けた方がいいと思いますよ。 2B と 2C はいつも有益な動画をありがとうございます。すっかり青信者になってました。僕の信者になった方がいいですからね皆さん。どうせ誰かを信じて頑張るんであれば僕が信じるのがいいと思います。なんでかっていうと、僕が一番高学歴で僕が一番成果を出させてるから。人に対して青さんは医学部時代成績はどれくらいでしたか。上位 10% ぐらいでした。正式報酬とかもされてました。だけど意味ねえわって思って勉強を上位 30% ぐらいまで落としたのかな。1ヶ月で18案件は全部ディレクターを返してない案件、いや返してる案件も私返してない案件もいて、選ぶなって仕事を何度も同じこと言わせんの。仕事選ぶな、全部やれ、全部取れる仕事全部やんだよ。子供2人抱えてるので必死に一応営業していこうと思います。本業より月収超えることも目標です。頑張ります。頑張ってください。青の案件獲得の実行後 YouTube チャンネルを担当させていただくことになりましたが、伸びません。良い勉強やおすすめサービスありますか。僕のマーケ基礎と YouTube 運用講座おすすめです。動画編集キャンプ岡山香川やってないですか。岡山は予定あります。言い方悪いかもしれないですが、ケチな新規のクライアントにとにかく安くやってほしいと動画編集頼みました。青さんの言う通り、まずは信頼を得るために安く行きましたが、このようなケチなクライアントの信頼を得ればいずれ単価アップ可能でしょうか。信頼は得る、それで紹介してもらうのが一番いいと思います。そのクライアントまず稼がせてください。僕もこの前あったんですけど、ぶっつけあまり稼いでないクライアントだったんですけど、最初月額15万円のコンサルから入って月300万ぐらい粗利を増やしたんで、月50万の発注に切り替えてもらいました。初期の小西さんにしごいていただける環境が欲しいです。さあそんなしごいてもらいたい人におすすめ、ストックさん動画編集道場プロ。僕のチャンネルのね、他の動画にストックさん動画編集道場プロの受講生対談3本上がってるんで、これを見ていいなと思った方はその動画の概要欄から面談申し込んでください。面談してストックさん動画編集道場プロの紹介をさせていただいてます。最近は青さんの動画ばかり見て動画編集をサボってしまうんですが、どうしたらいいですか。バカ野郎、動画編集してたよ。企業が動画編集を内製する流れになっているかと思いますが、それ向けてサービス何か考えてますでしょうか。ストックさん動画編集道場プロの 2B プランもやってます。天才なんだろうねとか言って、公開転職の募集やってほしいです。やろうかな。青さんが医学生時代に実際した効率のいい勉強法をしてください。テストの前日の17時半まで絶対に勉強しない、これです。
この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げ方、月5万に達する方法、月20万に達する、月50万に達する、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい、本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料の情報を受け取らない人って本当に何なんですかね、なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくてメルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。で、もう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけた方、ぜひ検討してみてください。概要欄にあるね、リンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE、 青、括弧動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE、 この2つを登録するとなんとこんだけのものがもらえます。ドドンと、すごくない？2つも登録してね、皆さん2つも登録するのが大事。青の公式 LINE は毎日毎日有益な情報が発信されるよと、動画編集キャンプの LINE は動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと、僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう、だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタン、よろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。